クリス・フォンデア・アーエクリス・フォンデア・アーエは19世紀のアメリカメジャーリーグの球団オーナー。ドイツヒレ生まれ。現在のセントルイス・カージナルスの創設者及び初代オーナーにあたる人物である。ドイツ移民としてアメリカに渡った後すぐセントルイスへ移り、最初は食品雑貨店の従業員として働いていたが、後にアーエはこの店を買い取って、店の裏側にサロンを作った。 野球観戦が終わった後の客がこのサロンをよく利用することに気づいたアーエは1882年その5年前に八オ朝ョスキャンダルが元で破産したセントルイス・ブラウン・ストッキングスのフランチャイズ券を1800ドルで購入セントルイスを本拠地とする新しいプロ野球チームブラウンズを設立し同年から始まったアメリカン・アソシエーションに加盟する また監督兼任の一類主として、チャールズ・コミスキーをチームに招き入れた。コミスキー率いるブラウンズは、その後リーグを4連覇する強豪となり、多くの観客を集めた。アーエ自身は野球に関する知識は、ほとんどなかったそうだが、入場券が割安だったにもかかわらず、球団経営だけで50万ドルもの儲けを手にしたという。 熱狂的なブラウンズの応援者に対し、ファンという言葉を使い始めたのは、アーエであるという説があるほどである。アーエは、自身の事業をさらに拡大するため、スポーツマンズパークを改修し、球場の近くにビール工場を建てた。ビールの消費を増やすため野球の入場料は割安に設定されたという。また説もあるが、野球場でホットドッグを売り始めたのは、 スポーツマンズパークが最初だという説もある。アーエはリーグの運営にもアイデアを出し、ナショナルリーグに対してリーグ優勝チーム同士の年間王者決定戦の開催を持ちかけ、より多くの収益を上げようとした。しかし1887年以降、このシリーズは思った通りの集客を上げられず、4年後の1891年にはアメリカンアソシエーションが解散する。 当時、アーエは、アメリカンアソシエーションのシンシナティポーカーズという、球団のオーナーを掛け持ちしており、リーグ解散により損失を被った。ブラウンズを競合チームにしたコミスキーはチームを離れ、セントルイスブラウンズは、ナショナルリーグに倶えするものの成績は低迷した。自身の損失を取り戻そうと、チームは1892年にさらに大きな球場に移転した。 アーエは、球場の周りを遊園地や、ビアガーデン、スケートリンク、競馬場などで取り囲んだが、ギャンブルを禁止していた、ナショナルリーグが競馬場の運営に反対するなど、うまくいかず、負債を抱えた、アーエは、ブラウンズの有力選手を放出するようになっていた。1898年には、球場の一部が火災で焼け落ち、アーエ自身も、給与の支払いを怠っていた。 使用人による誘拐事件に巻き込まれるなどしたため、ついにチームを売却するに至る。チームは、クリーブランドスパイダーズの経営者たちの手に渡り、セントルイスパーフェクトスと名前を変えることになる。アーエの手に最後に残ったのは、小さなバー1軒だけだったといい、その後9回で成功したコミスキーからはしばしば、仕送りを受けていたという。 1913年に観光編のためセントルイスで死去。かつてスポーツマンズパークの正面に立っていたアーエの大きな銅像が現在彼の墓標代わりになっている。ありがとうございます。